嵐の二宮和也が12日、YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルで生配信を実施、嵐メンバーとの近況を語った。今回が同チャンネルの記念すべき200回目の動画投稿ということで、二宮が一人で生配信を実施、視聴者からの質問に答える中で、お正月まだ5人で集まれてないんですよ、と嵐メンバーとの近況を語った。櫻井翔は日本テレビ系連続ドラマ、大病院占拠、14日スタート、土曜午後10時、松本潤は NHK 大河ドラマ、どうする家康、日曜午後8時、に出演する。それぞれが仕事で忙しかったため、全員が集まれるタイミングがなかったが、おのおの集まってるみたいなこと言ってたけど、とここに会っていることを語った。さらに、大野くん、元気、という質問が来ると、大野くん元気かな、聞いてみますね。と大野さとしへ連絡を取るような動作を見せ、でも元気だったはずだよな、明けましておめでとう、みたいなのはみんなで、連絡、して、今年もよろしく、なんてことはやってたり、誕生日とかもだいぶ前だけど、メッセージ、送ったりしてるので、と連絡を取り合っていることを明かしていた。